皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。思いっきり襲ってきてるけど。マントヒヒみたいな。ああ、大丈夫？催眠術かけられた？わあ、月が真っ赤。精霊が？ああ！いきなりピンチ？うん。その走り方どうなの？あ、なるほどね。そこは評価してもらったんだ。尊敬され慣れてない。そっちかい！まあ、確かに顔怖かったな。気まずい。素直に謝った。あ落ち込まないで。持ち上げちゃったからね。大事な、おじさん。オープニング入りました。異世界おじさんの11話ですね。おじさん、トイレにこもったの？せっかく褒められてたというかね、いいこと言われてたのに。大事なとこ聞かないんだから。でもなんか、この前の感じからしても、やっぱりなんかエルフさんが一番さ、メインヒロインっぽい感じするよね。なのにさ、エルフさんだけ名前ないの不思議な感じするね。メイベルさんもアリシアさんも名前出てるのに。なんでだろう。なんか、隠してるっていうか、今後分かったりするのかな？オープニング終わりました。まだ出てこない？ああ。続き見たいだけじゃん。
え？いや、死んでないでしょ。いや、だっておじさんいるもんね。今現在、これ過去の話だし。ああ、ははは。エルフさん？でしょうね。山から来たもんね。いや、意外と早かったね。あの星像にされてたやつ？かっこいいな。てか、それ。ええー。なんか、魔道具だけど。いや。危ない、危ない。こら、こら。すごいね。そんな理由かい？ファンタジーにしといて。ああ。ほんとね。結構気まぐれなんだね。なんでゾンビ化？どうした？操られたのか。なんでさっき頑張るとか言ってたのに。楽しんでんじゃん。あれ、大元を立たないとダメなの？え？何それ？え、何それ？あ、シールドみたいな？ああ、押し倒してるし。今ならいける？おじさん。無自覚に迫るからな。戻った？え、強っ、え、え、そういう戦い方？急にキャラが。あ、なるほど。そういうことね。動機ってそういう。
なんかでも魔道具って言いながらちょっとさ、化学兵器っぽい感じあるよね さっきのエルフさんが使ってたのもなんか、銃みたいな感じだったし。まだいっぱいいる？使えるようになった。かっこいい。温泉地だもんね。水の精霊がやっぱり。あ、やっぱりなんかドラゴンっぽいっていうか、蛇か。わあ、すごーい。強。やっぱ精霊味方にしてるのって強いんだね。お、ちょうど召喚？よかった、温泉地が。全部壊れたりしないで あ、全部修復してんだ。笑い方、おじさん。あ、修復したんじゃないんだ ああ。露天風呂？そこはいらんってね。え？ 婚約？ 二人ともかい。おじさん紳士だね。ちゃんとジロジロ見ないで。焦ったんだね。止めてる紐が。早かったね。なるほどね。老けて見えるんだよね。あ、そこは一緒なんだ、異世界。下だった。ね。まあ、ちょっとしか違わないから。どうなんだ？童顔なのか？おじさんが老けてんのか？
え、なんで記憶ないの？嫌な記憶を消したんじゃないの？ああ、襲われたんだ。急に話がシリアスに。ああ。うん、そうだね。目の光が。そっか、思い出すと鼻血出んのか。そうだね。いけるかな？ああ。あ、話したんだ、アリシアさんにも。うん。なるほどね。ちょっと実験したんだ。ああ。消してほしくないよね。うん。そうなんだよね。大切な存在になったらさ、ショックだよね、それはね。大切な存在っていうかさ、仲間とかもそうだけど。他の人にもね。あ、それは忘れてって。え、もう一回見せるってこと？
見てるんだね、エルフさんが。うち破っちゃった。古代魔道具だもんね。ああ、ちょっと、意識させちゃったじゃん。何それ？なんか変身術みたいな？怖い怖い。落ちないで。闇落ちすな。戻ってこい。このテクがあればじゃないよ。あ、落ちた。エンディング入りました。なんかエルフさんがメインヒロインなのかなとか話してたらさ、オープニングで。ちょっとなんかこう、アリシアさんとね、親密っていうかね、ちょっと近づいたエピソードが来るとはね。私いつもタイムリーだな、言うこと。たまたまなんだけどな。そうだよね。今までなんか、メイベルさんの話とかもあったけど、エルフさんはね、結構頻度が高くて、いっぱい出てたけど、アリシアさんまだそんなにこう、おじさんと個々で接触してなかったもんね。今までね。エンディング終わりましたね。はい。異世界おじさん11話に終わりました。なんか古代魔道具ってちょっとメカっぽい感じなんですね。まあワンドはワンドだけどさ、なんかひねるとっていうのもなんかそうだし、エルフさんが今回使ってた、なんか銃みたいな？あの魔道具もなんかちょっとメカっぽい感じでしたよね。なんか古代魔道具ってさ、どんだけちょっと古いものなのかわかんないけど、実は異世界人の技術が使われてたりとかしないよね。なんかその、異世界人がこの世界にやってくるにしても、いろんな世界の、いろんな時代の人たちが来てたりとかしてたらさ、なんかそういうこともあるのかなって思ったんだけど、どうなんだろうね。逆にちょっと、今現代の人たちじゃなくて、ちょっと未来の、地球人の人が、この世界の古代の世界に転移して、みたいな。そんなこともあるのかな、とかね。で、それが伝わって古代魔道具になったみたいな感じだったりとか、もしくは、異世界人が、この世界に転移した時に、
神様の力なんか一個もらうって言ってたから、それを使ってなんか武器を作って、そういう遺跡とかにね置いたとか。まあでも全部が異世界人で話しついちゃったら面白くないか。そこはなんかファンタジーな要素も残しておきたいところだよね。ファンタジーであってほしいところもあるよね。今回のさ、魔風町のさ、ね、匂いが臭いからみたいな理由じゃなくて、なんか抑える効力があるとかある方がね、なんかファンタジーっぽいよね。なんかちょっと夢が壊れるからやめてみたいなとこあるよね。そういうリアルなとこ知りたくなかったみたいなさ。精霊さんが何言ってるかとかね、分かっちゃうと逆にちょっと幻滅しちゃうみたいなのはあるかもね。今回少しアルシアさんと親密になるエピソードでしたね。エンディングでもねちょっと話したんですけど、今まで登場頻度がね、メーベルさんとかエルフさんはね結構登場頻度が高かったけど、アリシアさんは割と最近出てきたばっかりだから、おじさんとこう個々でね話したりとかそういうシーンがなかったもんね。だいたいエドガーとかライガが一緒にいたから、二人っきりで話すシーンって今まであんまりなかったよね。てかほとんどなかったのかな。まあだからっていうのもあるし、今回のちょっと戦いでねアリシアさんが余計に意識してしまったというか、押し倒されたりとかしてね、おじさんをちょっと意識したのかな。それからのお風呂だもんね、裸見られたりとかね。まあそれもあるけど、やっぱりその記憶の話したのはでかいよね。いや子供の頃のそういう話をするのってさ、記憶がないとかね、ある程度やっぱり心開かないとそんな話しないよね。だから少しやっぱり心の距離が近くなったのかなみたいな。まあショックは受けてたけどね、消されたことに対して。やっぱりそうだよね。なんか大切な仲間とかさ、お友達とかね、そういう風に思ってれば思ってるほどさ、やっぱりショックだよね、消されたとかさ。もしくはその相手にさ、自分の記憶をね消されても嫌だしさ、忘れないでって思うよね。いやそれをちゃんとなんか現代のその高文くんとか藤宮さん以外でこの世界でちゃんとおじさんに言ってくれる人がいてよかったなって思いましたね。まあちょっと今までね結構散々にやった後だけど、ちゃんとおじさんが、ああそれは悪いことしたなって思うエピソードでよかったですね。でもその後のさ、現代に戻ってきてから自分を結構消してるんだよね、おじさん。自分の記憶結構消しちゃってるから。アリシアのは消さないとか言ったけど、結局自分のは消しちゃうんだなおじさんっていうね。でもおじさんもちゃんとそのアリシアさんが自分のね子供の頃の話をしたことで、ちゃんと素直に話したのは良かったですよね。記憶を消したことがあるっていうのをね。なんかおじさんそういうところを結構やっぱり紳士だなというか、たまにぶっ飛んだことはするけど本当悪い人じゃないし、いいところいっぱいあるのになんかすごい損しててもったいないなって思う時もありますよね。なんかでもきっとそういう誤解されちゃう人っているんだろうなって。すごい深く関わってみたりとかさ、ちゃんと話してみればいい人なのに、なんとなくこう、あ、え、この人ってちょっと誤解されがちで、第一印象とか、まあ第一印象大事だけどね、だからそういうのでさちょっと惹かれたりとか誤解与えちゃって、その人避けてたけど実は話してみたらすごいいい人でちゃんとしてる人だったとかさ、そういうのはありそうですよね、普通の現代社会でもね。いやでも最後さ、そのエルフさんなんでなかなか山から降りてこないんだろうと思ったけど、山から狙撃するんだ、
ずっと見てたんですね、あのメガネっていうかなんかつけてたけどさ。それでなんかアリシアさんとちょっといい感じになってるというか、まあアリシアさんがね、もう一回多分服を脱いでというか見せようとしたのかな、そのタイミングで撃ってくるって。で、一回目にさ、見せちゃった時はさ、撃ってこなかったんだね。まあ、それは事故だからってことだし、おじさんがなんか記憶を消した素振りを見せたから多分、まあ、いいかって思ったのかな。二度目は許さなかったんだね。それかその時は気づいてなかったのか。なんかでもエルプさんのことだから、スコープでね、ずっとおじさんのこと覗いてそうだけどね。なんかちょっとね、ストーカー気質なところあるから、エルフさんもね。まあ、メーベルさんも若干そういうのあるけど。でもさ、アリシアさんがこれで少しおじさんのことをさ、いいなって思ったとしたら、今後のエピソードとかで、おじさんをつけてきたりとか、ちょっとストーカー気質になっちゃったりとかっていうの、あるのかな。でもまあ彼女の場合ライガとエドガーが一緒に旅してるから、まあそれはなかなかねないかもしれないけど、なんか今後ねアリシアさんがどういう感じになっていくか楽しみですね。でもなんか珍しくちょっとシリアスな話になって、なんか記憶って大事だよねっていう、その記憶をね、ちっちゃい頃の記憶がないからこそこれからの記憶は大事にしたいっていうね、その話はすごい良かったし、ちゃんとシリアスモードになってたおじさんもかっこよかったですね。アリシアさんとどうなっていくのかな、ていうか本当あれかな、メインヒロインはエルフさんだと思ったけど、そんなこともないのかな。他の二人もこれからまだ見せ場があったりするんでしょうかね。って言ってもあれか、もう11話か。これって原作ってまだ続いてんのかな？ワンクールで一旦終わったとしても、またやるのかな？ストック溜まったりとかしたら。まだ見たいですよね。ん？違う、なんか。そうだ、さっき見たんですけど、異世界おじさんなんか全13話っぽいので、多分あと2話あるんですよね。でもあと2話だったら、どんな話するんだろうね。ヒロイン全員集合したりするかな？全員集合なんかどっかでありそうですよね。次回とか最終回とか。なんかヒロイン3人がわちゃわちゃしてるところもなんか面白そうですよね。まだだってメイベルさんとアリシアさんって出会ってないよね。エルフさんはどっちともあったけどね。っていうか多分エルフさんが一番おじさんに付きまとってるから。その、なんか一緒になる確率が高いというかね。この3人が揃ったとこも見てみたいですね。ということで、異世界おじさん11話、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは、マーブルでした。